短いパス、ハデソン、米本、ここに阿部、裏へのボールはつながりません。安田、安田と川野がかなりやり合っていますが、ここは安田と17番の川野、そして川野、両方にイエローカードが出ています。はい、あの辺は安田に対する川野のプレーに対して、はい、しっかりファールで止めてくれれば、うん、安田もイエローをもらうような報復はしないということで、事前にコントロールしてくれっていうことを今大浦監督は言ってますね。がついている、パトリック、体でガードしてボールを守りました。いや、収まりますね。収まります。あ、いやいや、ただおお、ここで、あらあらあら、ファビオが倒れている。パトリックが何もしていないとアピールしている。その前にあのボールの奪い合いがあったんですよね。そうですね、まあ、その時にこう少し手が、ここですよね、振り切った時に、肘ですかね、手ですね、肘の後の手で叩いたんじゃないかと。ただ判定としては今、判断をアシスタントレフェリーにも求めています。主審は佐藤隆二さんです。どういう裁定が下されるかなんですが、注目しましょう。佐藤さんが、パトリック選手に何か注意をするのか、カードを出すのか、どちらかですね。パトリックのところに行きました。ただカードには手はかかっていません。肘の位置を低くしなさいということですか。そうですね、お咎めはないですよね。ないですね、ないですね。まあ、次はああいうことがあれば間違いなくカードは出るでしょうね、はい、混戦の中、そしてエスピネラ倒れましたけれども、そしてイエローカードが出た、イエローカードが出た。レフリーが間に入る。岩本も行った、岩本を倒した。2番の菅沼、ここはレフリー間に入って、岩本にもイエロー、そして沼にはレッドカード。今2枚目のイエローじゃなくて一発ゲットという形なんですよね。最初にイエローが出て、ね、イエローが出て、はい、その後岩政が入っていったところの行為をどう見るかなんですが、はい、それで2枚目でということになるでしょうか。はい、レッドカードで、いずれにせよ菅沼がここで退場ということになりました。1点を追いかける京都、そしてここで選手交代、はい、16番フォワードイ・ヨンジ選手に代わりまして18番フォワード石田正俊選手が入ります。ただ1点を追いかけますので、ここはもう守備の選手ではなくて前目の選手を入れます。石丸監督、イ・ヨンジ、今日先制ゴールをもたらしたイ・ヨンジでしたが、
ここで交代、そしておそらくこれはどうするか、あるいは下畑と染谷の2センターにして4バックにどうやら戻すようで、4バックにどうやら京都はフォーメーションを変えるような形になっています。今見る感じでいきますと 4-4-1、 そうですね、左から本田、下畑、染谷、石光という最終ライン、中盤の底に佐藤とアンドレ、そしてエスクデロが右左に今変わって入った石田、ワンまた田中達也が走り出している。小泉に対するファウルです。早いリスタート、さあ中に侵入してきた、倒れたが、ここはホイッスルはありません、ね、ありましたが、これはあれですね、シミュレーションですね、はい、シミュレーションでは、イエローカードが出ますか、となるとこれ2枚目か、2枚目ですね、ラファエル・シルバ、なんとシミュレーションでイエローカード、そして今日2枚目のイエローとなって退場です。まあ、シミュレーションという判断されたらね、イエローの対象になりますから、まあ、そうですね、これは痛恨の退場になりました。まあ、今のシーンですが、最後までよくしてるんですよ。ファビオに対してもこれうまく抜けてますもんね。はい、ただカバーリングのが早いという判断で、つい倒れたんだと思いますけどね。なるほど。それが大きな退場という結果を生み出すことになりました。いや、たわいたいですね。痛いですね。後半の17分にラファエル・シルバイエローカード2枚目をもらいまして退場です。1人少なくなります。まあ、前半から少しエキサイトする場面もありました。ただハーフタイムになってやや冷静さも取り戻したかのように見えてのあの後半回早々の同点ゴールでしたからね。後半につながるシーンをね、はい、作ったというのは非常にいい評価できると思いますしね。そして今の突破なんかも見てるとこの後もね、かなり期待できるキレのある動きだっただけに、いや、これは新潟にとっては痛すぎます。最後、山中選手、はい、あの辺りからね、チャンスもね、期待はしたいんですけど、かなりこう前に意識を持ってやってるので。そうですね、山中亮介です。阿部幸出血していますね。口元大丈夫でしょうか。ここはちょっと時計が止まります。ここです、肘ですね。大津です。交代枠を使いは果たしています。仰向けに倒れているのが阿部勇樹です。担架も出されましたね。デリケートな時間でまた、まあ、安倍はそれほど大きなダメージではないのは良かったと思います。ただ平野さん、こういう時また選手の集中って難しいですよね。いや、難しいと思いますね。6分間も6分、アディショナルタイムは6分あります。ここはフェスがありました。オスボールです。まあ、ちょっと選手たちもですね、熱くなっている人がいますね。あと、ラクーダの鈴木純でしょうか。ちょっと選手たちが熱くなっています。すでに京田はイエローカード1枚もらっています。まあ、今は純がわざと当たりに行きましたけどね、はい、キム・ミンヒョク京田を並べます。前半からちょっと熱くなるシーンが京田にもあります。クーダーがちょっと怒ってもしょうがないですよね、はい、
まあ、この2人はその前からちょっとやり合ったところがありますからね、はい、あ今林も去年の出ました主審と村上主審と今取っています。すでにカードは5試合5枚出てます。黒田が1枚、キム・ミヌが1枚、そして藤谷1枚、アビスパの方はウェリントンとキム・ヒョヌンにカードが出ています。前半戦の早い段階からイエローカードが飛び出すという展開になりました。 J1 での直接対決、初対決です。ビッカデンティ監督にとってもサガン鳥栖の指揮を取って初めての試合になります。まあ、ちょっとお互いのキャプテンを呼んでね、はい、冷静になろうよというような、やはりこう主審がやっぱりコントロールしないと、ね、選手間の距離感ですよね、はい、こうもうちょっと合わせていった方がいいと思いますね。豊田とキム・ヒョヌンです。激しい接触、あーファールになります。これはいい位置ですよ、あーちょっと激しい接触、キム・ヒョヌンになりましたので、そのシーンです。上からこう押さえつけるような形になりました。アビズバとしてはこの添田にですね、先ほどからこういう風にやられているというシーンがありました。先ほど先制ゴールをマークしたこの添田、この位置からのフリーキックになります。キム・ヒョヌンはすでに今日の試合イエローカード1枚もらっています。そうですね、としては直線でも狙えるというそんな位置になりました。次の追加点は鳥栖にとっては、ね、大きな追加点になりますよね、うん、そうですね。ゴールキーパーのアビスタ・イーボミオも声をかけて、今ちょっと豊田が、ね、冷静さを失ってますからね。あ、今谷口が声をかけます。ちょっとカードが出るんじゃないですかね。あ、そうですね、豊田に対してイエローカードが出ました。ファール受けて歩いている時に鈴木潤に、ね、はい、こうぶつかっていったんですよね、まあ、納得がいかないという思いも、ね、当然あるでしょう豊田。高橋とキム・ミヌが構えています。放り込んでくる、こぼれたボール、ここは中に入れてくる、ウェリントン前に送りましたが、そのウェリントンに対してのファールです。アイエローカード松浦に出されました。お、これはレッドカード退場です。レッドですか。松浦に対して最初はイエローカード提示されたんですが、はい、その後いわゆるこう審判に対するイエローカード、カードが提出されたことの意義ということなんでしょうか。まあ、そういうことになるんですよね。あのプレーってレッドということはちょっと考えにくいですから。さあ、その松浦、まあ、明らかに、ね、彼が入ってから、はい、ゲームの流れが準備の傾き始めていましたからね。このシーンです。ウェリントンに対して、まあ、ほぼイーブンだと思います、はい。まあ、結果的にファールになってしまって、まあ、イエローが出たものに対して、まあ、本人の中ではイエローっていうものに対してのやっぱりこう違うんじゃないかっていう気持ちが出てしまったんだと思いますけど、はい。まあまあ、フルスとの対戦ということで、そのあたり気持ちが入っている部分もあったかもしれませんね。まあ、自分がやってやるんだという気持ちが、まあ、時にこういう形で出てしまうときはあるんですけどね、フロントアレから見た左サイドは、はい、後半は少し中野の方が前でプレーできるようになってますよね、はい。もう一回カットした中村健吾、もらう、チャンスですよ。
ス通った、スルーパス通った、あっと足元を踏ん張ってシュート体勢、中野健吾正面シュート、最後は森谷、その前に小林が倒れているようです。これ先ほどのシーンです、まあ、より角度の大きな選手を中村健吾使いましたけれどもね、塚さん、はい、どうぞ。この後ルツの交代ですが、まず、青木選手に代わりまして36番、岡本選手に代わりまして、16番の青木選手が投入されます、はい、そして先ほど呼ばれた梅崎選手も投入されます、代わるのは関根選手のようです、はい、二枚替えということになりました。岡本23歳、関根20歳、この2人が下がります。そして梅崎と青木が入ります。阿部勇樹が最終ラインに入りますかね。あ、そうですね、まあ、あの後半は少し中野の方が前でプレーして関根もちょっと押され気味だったのでね、はい、そこの手こ入れも目的だと思いますけどね、はい、江坂さん、どうぞ。そして治療している小林選手、バツマークが出ましたね。あ、そうですか。今シーズンもこの試合が終わると残り1試合です。小林に対しての今足が後ろから入りましたが、岡本足首ですかね、足首を押さえてますね、今アナウンスがありました。そしてご覧のようにまず梅崎、そして青木、この2人が入ります。下がるのは岡本と関根。さあ、いよいよこれからどういう流れに変わっていきますか。江坂さん、はい、どうぞ。そしてこの後投入されるのが川崎8番小宮山選手です。はい、小宮山がもうすでに入りますが、ちょっと心配なのは、まあ、小林ですよね。江坂さん、今日はあの小林選手、吉田さんがいないと攻撃が怖くないと言われるのは嫌なので、責任を持ってやっていきたいというふうに気合が入っていましたので、残念です。